東進ハイスクールは、株式会社長瀬によって運営される、東京都武蔵野敷地上寺南町一に本部を置く、大学受験予備校。98校舎を展開し、フランチャイズの東進衛生予備校を加え全国約1000校が展開されている。東進の東大現役合格実績は、実績を公表している、全国すべての塾、予備校の中で、最大値となっており、日本一である。 また、東新ハイスクールは、現役生中心となっており、老人生向けの本科コースを設置する校舎は、新宿駅西口にある、新宿高大学受験本科ほか11校のみとなっている。1971年3月に、東京都三鷹市で、社長の長瀬昭行が、東京大学在学中に、アパートの一室で始めた、長瀬進学教室にその期限を持つ。 1976年5月に長瀬進学教室を母体に株式会社長瀬を設立した。立ち上げ当時は株式会社方式の予備校として話題を集めた。1988年には有名講師を競合予備校からスカウトし、1990年代初頭の大老人時代のピーク前に現役中心の運営体系に切り替えた。 授業方式は一部の例外を除いて VOD の主張によるものであり、生授業の予備校のスタイルは全く残っていない。なお、大学全入時代となり、老人生が減少している現在では3、大予備校においても、従来の準学校法人方式の校舎運営から切り離した現役生専門校を株式会社方式で関連会社が設立したり、 映像授業専門コースなどを取り入れ追随している。当真の合格実績は、高校3年生時在籍していた、現役生のみの数字で、講習生や模試のみの生徒を含まないことを売りに、している。三大予備校の実績が、浪人生や講習生を含む実績である中、一線を隠している。また当真の東大現役合格実績は、実績を公表している。 全国すべての塾、予備校の中で最大値となっており、日本一である。2017年度、東大推薦入試現役合格者に占める、東進生の比率は29.4%であった。東進の広告を施したラッピングバス、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県、長野県、奈良県に校舎を展開している。 東新衛生予備校は株式会社長瀬によって経営される東新ハイスクールの部門の一部。1985年に開校した東新ハイスクールが1991年に衛生授業さてライブを開始し、受講者への映像配信システムを他の学習塾が利用できるシステムに発展させたものが東新衛生予備校で現在全国に約1000校ある。 映像配信システムとフランチャイズ方式を用いた大学受験予備校。講師の講義を通信衛星やインターネット回線を利用して全国の加盟校に送信するシステムを用いる。当初は東進ハイスクールでは生授業が行われていたので、東進衛星予備校は衛星授業を行う部門として位置づけられていたが、現在は東進ハイスクールでも 特別公開授業などを除いて生授業を廃止したため、直営校が等身ハイスクール、フランチャイズ校が等身衛生予備校という違いがあるだけで、学習システムの差はないが、ハイスクールとは異なり校舎によって、指導方針が異なる。なお、等身育英社が運営する等身衛生予備校、水戸校、日立校、日立中校は等身衛生予備校だが、長瀬の直営校である。 東進模試は、大学受験などの対策として、株式会社長瀬が運営する東進ハイスクール、東進衛生予備校が実施している模擬試験の総称。2014年度まで、すべての模試で相対評価方式ではなく、絶対評価方式を採用していたが、現在は、絶対評価と相対評価の二つの物の差しで、合格可能性と合格への同票を提示している。 成績表返却は、各模試を受験してから約5日からと3大予備校に比べた返却が早い。共通テスト本番レベル模試、大学入学共通テスト対策模試。受験対象は受験生、高2生、高1生。年4回、6月、10月を除く、偶数月に実施している。レベルは4回とも、実際の共通テストと同じレベルに合わせてある。 前述の絶対評価のため。そのため、死亡代の判定は点数で第1死亡合格まで、あと点といった表示となる。また、判定は問題の難易度に影響される。試験時間、問題量、問題形式や傾向、回答方式は実際の共通テストに準じている。ただし、英語のリスニングは全受験者が IC プレイヤーを使用しない。 理科や社会では科目ごとに別冊子になっており、共通テスト本番のように余った時間で次の科目を解くことはできない。試験日の7日後に成績表が返却され、英語、数学、国語は後日 VOD で、等身講師による解説授業を見ることができる。ただし、最終共通テスト本番レベル模試と共通テスト同日体験受験の場合、その他の理科や、 社会も見ることができる。採点公表などがインターネット上に公開されておりリスニングも大きくことができる。理科と社会はいずれも受験する科目の冊子がそれぞれ単独であり、問題配布前に受験する科目を挙手等により申請しなければならない。このほか共通テスト本番レベル模試に準ずるものとして次に挙げるような模試がある。大学合格基礎力判定テスト級。 体脂肪大基礎学力判定テスト。生徒の基礎学力のどこが欠けているのかを分析するために行われる模試。全生徒が受験できる。教科は国語、数学、英語。原則的にマークシート方式。かつては記述式の英作文や課題作文の出題もあったが、2010年度以降はマークシート方式の問題のみの出題である。大問は分野ごとに分かれており、 その分野ごとに制限時間が決定されている。成績は分野ごとに算出される。そのため、問題冊子は独特の袋閉じになっており、大問いごとに該当部分を開封する仕組みになっている。なお回答に要する時間も、成績算出に影響するため、時間が余っても次の大問いに進んだり、手前の問題に戻ってはいけない。二次試験対策もし二次試験に対応できる力を、 総合的に測る、南関大、有名大と、各大学への個別の対応力を測る、東大、京大、北大、東北大、明大、半大、九大、上大、千葉大、広大の、本番レベル模試が用意されている。南関大、有名大模試は3月を除く、奇数月に実施される。株式会社東進四国は、長瀬のグループ企業である。松山市を中心に、 愛媛県において、進学塾や、予備校を経営している。もともとは、自場経営の進学塾、予備校、新旧スクールだった。会社概要演学現代文庫文漢文、小論文物理科学生物地学日本史世界史、地理公民。ありがとうございます。